ミケーレ・テノーレ、ミケーレ・テノーレは、ナポリで活躍した、イタリアの植物学者である。ナポリで生まれた。ナポリ大学で学び、1800年に、医学の学位を取った。植物学者のドメニコ・チリドやヴィンチェンツォ・ペターニャと、親しくなり、アブルッツォ州、特にアマイエッラ山地域で、植物採集旅行を行った。植物学の個人教授を行い、1811年に、 ペターニアの後を継いで、ナポリ大学の植物学の教授となった。ナポリがフランス領となった時に作られたナポリ植物園の設立に貢献し、1850年には園長となった。アッカデミアナツヨナーレデッテシェンツェの会長も務めた。鉱物の黒動工は彼にちなんで命名された。天は植物の学名で命名者を示す場合に、 にけ入れ手の俺を示すのに使われる。ありがとうございます。